ナイトメアから逃げながら、時には勇気を振り絞り、武器を振るって戦って、恐怖におののき泣きながら暗い道をさまようラプンツェル。どうしてこんなことになってしまったの？これは神様が与えた罰なの？長い髪を揺らして歩く彼女の嘆きに応えるものは、作者なら。私がここにいる理由を答えてくれるはず。でも物語の人物が作者に会うなんて、そんなこと無理ですよね。勝てて嬉しい。私の名はラプンツェル。私の物語は塔の上で王子様を待つ女だったはず。生みの母親が魔女の育てる野菜を欲しがって、その代わり私は魔女にもらわれて、私の名前はその野菜から付けられました。
てて嬉しい。出入り口のない高い塔、はしごもロープも何もない。あるのは小さな窓が一つきり。それが唯一外の世界との接点でした。素敵な人なら助けたんだけど。塔の下から魔女のお母様が声を上げます。私の可愛いラプンツェル、お前の長い髪を垂らしておくれ。一気に決める。スルスルと髪をはしごの代わりにして、お母様は塔の上へと登ってきます。そうして私に言うのです。圧殺する。Thank you.
みんなのおかげです。私の可愛い綺麗な鳥よ、お前はここでたださえずっていなさい。だから私は毎日歌を歌いました。嬉しい。その歌は素敵な人を呼び寄せました。私にとって運命の人、その人と出会って、私は それがラプンツェルの物語なのに、今の状況はあまりにお話とかけ離れている。作者は何を考えているの？力ずくで決める。
もしかしてと当の乙女は考えた。これは続編なのかしら、それとも番外編、それともそれとも設定だけ同じで別の物語。考えても考えても所詮乙女は登場人物、答えを知るのは作者のみ。作者に会いたいですか？気味の悪い人形の問いかけに乙女は嫌そうに顔を背けながら小さくこくりとうなずいた。でもそんなことはできますよ。だから他の命を殺してください。殺しています。他の物語、私以外にも同じような境遇の人がいるの？勝てて嬉しい。他の物語の登場人物、会ってみたいと乙女は願う。けれど会ってしまったら殺し合わなくてはいけません。どうして？作者に会うためです。でもそんなひどいことは。純真で無垢で汚れない、世俗から離して魔女の理想を詰め込んだ娘は醜い現実に泣き叫ぶ。純潔、それは清らかなる乙女に課せられた呪いの言葉。